来てしまったわ。危険生物大悪化。なんと今回、人類大パニック編ということで。しかしね、俺ね、全部勝てるわ。このお決まりのシリーズ、危険生物大百科。今回人類大パニックだからな。俺ら大パニック。まずはパーカリス主語と。あ、けど何が来るんだと。でもね、恐るるに足らず、勝てる、全部。動物には縄張りがあります。そこは自分たちが安心して暮らせる場所。何かの原因でそこを追い出されたり、そこの平和を壊す危機が迫るとき、彼らは人間にとって危険な生き物へと変わるのです。今夜、棒じゃろ、ぜひ押してね。で、まずスズメバチっしょ。羽がね、開閉すると羽が動く。で、顎も稼働する。まあ、基本虫はさ、雑魚だから。ちっちゃいから。これが2メートル級だったら勝てないけど、絶対に。でもちっちゃい。刺されないようにすればもう余裕。余裕。もうパチンペチン。もうこれ、ペン。あ、ペンで死ぬぞ、多分こいつら。ペン。刺されたらやばいけど、刺されなきゃ余裕で勝てる。まあ、毒持ってるやつはね、俺基本戦わないようにしてるんだけど、まあ、スズメバチもやるとしたら、まあ、集団で来れたら結構ね。いや、でもさ、服脱いでバッサンバッサンやってさ、視覚なくせばさ、襲ってこれないじゃん、こいつらも。で、一匹の女王蜂と無数の働き蜂たちが住む巣を、民家や木などに迷惑な話ですよ、これ。大型の蜂で巣に近づく者には大群で攻撃を仕掛ける。これ、大群で来るのが結構やばいんだよな。メスは尻の部分に強力な毒を持つ針があると。これなんだよね。大群で来るのよ。一匹で来たら余裕パンチ一撃で沈められるじゃん。ブーン、バチャーン、はい、終わりみたいなね。だから大群で来られるときついんだわ。でも向こうも大群で来て卑怯だからさ、こっちも武器使うっていうね、防護服まとってさ、殺人スプレーで、殺蜂スプレーでさ、やる。で、次、イノシシ。これさ、俺昔勝てないと思ってた、正直、イノシシ。俺のイメージだと、イノシシって山のようにでかい、ヒグマみたいな感じの恐怖があったんだけどさ、何回も見たことあるの、本物。いや、雑魚だわ。しかもさ、こいつね、攻撃のパターン、1パターンしかないの。突進のみ。突進のみ。まあ体重差がかなりあったらきついかもしれないけど、今日向こうから来てるんだからさ、向かってきたところ、マイクルドーン、はい、脳みそ割れるでしょ。ねえ、脳みそ。それから、それが横にかわして、後ろとバックと首絞めるかな。これ勝てる、イノシシ。頭が可動、足が可動。で、罠付き。これ罠つかんでも勝てんだろ、こいつ。見慣れないものには近づこうとしないと。神経質な動物だが、人間に出会ったりすると興奮して暴れ回るランページ。その突進力は大人も跳ね飛ばされて大怪我をする。その確かにね、スピードが速いのよ。走ってるとこ見たことあるんだけど、あれで突進されたら結構、吹っ飛ばされるかもしれない。ただ体重でね、体重で勝負。あとはもう、体重と、あと筋力で勝負。イノシシで、あとは食うと。いや、余裕でしょ。勝てる、勝てる。で、ピラもう、魚類だから、所詮。水の中に入んなきゃ勝てるから。もう水の中には電流流してさ、口が可動、尾びれが可動。肉片付き。ここがいい。で、ピラニアさ、A、B あるんだよね。すごくない ?A、B。何が違うのかって話になってくるよな。南米アマゾン川などに住む肉食魚。まあ、何回も本物見たことある。けどね、一匹そんなでかくないし、まあ、その胸のところに落ちたらまずいんだけどさ、基本的に臆病で仲間と群れを作っている。血の匂いや水面を叩く音を感じると群れで興奮状態となり、鋭い歯で獲物に噛みつくと。でも基本水の中に入らなきゃ勝てるでしょ。電流流せばいいんだからさ、まあ、これも余裕だけど全部勝てるんだよね。いや、余裕だわ。もうこの中でね、一番苦戦しそうなのはやっぱ大群で来れたこのスズメバチぐらいだよな。あとはもうイージーでしょ。一番ね、俺はもうライオンとね、ヒグマにはビビってね、今でもちょっと勝てない。いや、ちょっと、いや、テレビでさ、見てたさ、ライオン余裕でしょみたいな感じで思ってたんだけど、動物でマジモン見てたらさ、震え上がって、ヒグマも、絶対勝てねえと思ったもんね。たださ、月の輪グマなら勝てるぞ、あれ。ワンチャン。そんなでかくねえからさ、まあ、グリズリーとか別だけどさ、もう俺毎日さ、熊の喧嘩の動画見てんだよね。闘争心をなくさないように。もうあれ無理だぜ。ほんとめちゃくちゃでかい首、もうあれどつかれただけで多分首飛ぶぞ。俺ら。あれは勝てん。あれはもうどうしようもないわ。あれは。あれよく撮影したよな、あんな近くで。よくさ、もう知らなかったよな、撮影者。マジ頭おかしいだろ。あんな近くで。俺速攻逃げるぞ、あんなもん来たら。もうでかさがまず無理なんだわ。うわ、すげえ。スズメバチだ。でね、口、顎がね、可動、サバイビー。あれ待って。あれ顎可動するって書いてあってね。サバイビー。あれちょっと待って。顎可動するんでしょあれこのシリじゃねえか、もう上がるもだろ。えあ、頭が可動だった。顎じゃなかった、これ。顎可動じゃねえじゃねえか。頭か。顎動いてほしかったな。で、羽もつけると。ブーン。ブーン。やっぱ羽の音って怖いんだよね。蜂の。スズメバチ。でもこれぐらいのサイズだったら余裕で勝てるからね。はい、ピーンで終わるよ。俺のデコピンで。もう 30% ぐらいのデコピンで本気出すまでないっていうね。まあ、支えたらまずいんだけどね。毒持ちは。うわー、すげえ。人類大パニック。うーうーうピト、チクってやられた。あーそれまずいんだけど、ここさえ気をつければ余裕だからさ、オスは刺さないしね。オス針持ってないから全然恐るより、ただ、オスなんて捕まえてグニでパクですよ。もう食べて、スズメバチの栄養をね、手に入れる。いやー、かっこいいな、でもこれ。フィギュアとしてはいいぞ。めちゃめちゃかっこいい。なんかリアルサイズに近い感じもあるもんね。まあ、ここまではでかくないから、もうワンサイズくらいちっちゃい。でもこんぐらい、もうワンサイズくらいちっちゃいか。でもまあ、こんな感じだよね。スズメバチ。でけえよな、あいつらな。やべ、これをこう、顎可動したらもっと弱かったけど、顎を可動したら、まず、第1エントリー。スズメバチ、ザコシショウ、デコピンで一撃。そして次はね、イノちゃんなんだよね。いやー、イノシ鍋にして食ってやりたいね。突進しかないから、こいつ基本的に突進、アホだから、突進。だテレビとかでさ、結構さ、見るけどさ、イノシもうなんか見た感じで勝てそうだもんね。で、本物見たこともあるけど、本物にもなんか勝てそうな感じする。イノシは。イノシはなー、そこまで恐るるに足らずじゃねえか、イノちゃん。もう、ドドドドドドド、ここに来たときに、自分が突っ込んでくるから、マイケル、ドーンって、ここに思いっきり全体重乗せた、思いっきりドーンって入れる。もう絶対勝てると思う。そしてこれがさ、面白い。罠がついてるっていうね。でもこの罠残酷だよね。足バチンと挟んでずっと動けないままさ、死ぬに死ねてさ、恐怖で、いーって、なんか一撃でやっぱ殺してあげたいよな。仕留めるのであれば。だから俺の前蹴りで脳を砕く一撃で。いや、イノシシうまそうだな。イノシシガチー、これもう一撃で殺してあげるよ。毒塗っといてさ、一撃でさ、まあ、毒塗ったら食えなくなるのかな。まあ、でもこれなんかむごいよな。子供な、なんか好きじゃないわ、むごいわ。一撃でさ、殺しあげたいよね。だから絶対脳みそ割った方がいいんだよ、前蹴りで。まあ、大きくてね、確かに日本のイノシシってね、170センチぐらいなんだよね。170の体重が、まあ、100キロから、70キロぐらいだったっけな。7、80キロから、200キロぐらい多くて。だからね、思いっきりね、前蹴り全体重乗せていけば勝てるんだよね。まあ、海外のさ、それよりでかいイノシシとかだったら無理だけどな。それがでかいのだったら勝てねえけど、日本のイノシシだったらな、勝てる気すんだよな。間近で見て思ったしね。あ、これ勝てんなと。思ったんだよね。クマとかヒグマとかライオンは間近で見て震えたけど、ブルった。あ、これ無理だとって。めっちゃ怖かった。対話してるとこ想像したらほんと震えたもんね。あ、絶対勝てねえ。特にライオン。ライオンの方が怖かったんだよ、クマよか。クマよかライオンの方が怖くてさ。ライオンこんなでかいんだと思って、テレビで見るの全然違うじゃんって、あれ詐欺だよ、テレビ。そして、ここからはね、問題のピラニアなんだよね。ピラニア A と B があってさ、何が違うんだこれが、どっちだもう全くわかんねえ。A か B か。傷だらけじゃねえか。すげえな、このピラニア。体傷だらけだぞ、これ。でね、肉片もついてくから。ガブ。うめえな。肉うめえな。肉最高。で、これが、A とするが仮に A として、こっちが B ね。ピラニア。何があ、色違うぞ。え、これシークレットじゃねこれ。何これメタリックシルバー本当に、俺ピラニアってさ、こういうイメージなんだけど、ちょっとグリーン。グリーンと赤のイメージが。こんなピラニア見たことないよ。これシークレットしようか。今回シークレット出たのか。で、肉片は同じだね。肉片は同じ。すげえ。あ、運よく俺こっちから先に開けた。全く違い分かんなかった。すげえ。こっちはメタリックシルバーだわ。うわぁ、魚面。真正面から見たらこんな顔してんだな。怖えー。群れの中に落ちたらさ、すぐ食われんのかな。うわ、やだなぁ。ピラニアとかさ、カンディルのさ、落ちたくないよね。いるところにはね。絶対嫌だよな。こっちのピラニアすげえ綺麗だよ。これメスとオスで色の違いとかあったりするのかな。いや、ピラニアよく、そこまで詳しくないんだよね。これなんなら本当にいるんかな。銀ピラニアみたいな。こっちは通常のピラニアで、こっちは銀ピラニア、レアみたいな感じの。いや、つかなんでこの傷だらけなんだろうね、この頃。めちゃめちゃえぐられてんだけど。なんでえぐられてんのお前ら。ゲーこれがピラニアダブル。これスタンドとかもないけど立つんかな。ああ、なんとかギリギリ立ったな。すげえ。ということで今回の危険生物大百科。メンツピラニア2種。なんと1個メタリックシルバーで、多分シークレット。すげえレアカラーじゃないこれ。え、絶対レアカラーでしょ。特に何も書いてないんだけど、多分レアカラーじゃないこれ。こんな綺麗なピラニアある？どっちが A か B？ あ、でも普通のが A かな。こっちが B かな。超かっこいいで、イノシシちゃんで罠付き。で、スズメバチ。スズメバチ別に何もついてないんだね。なんか幼虫とか蜂のこととかついてたら面白かったのに、スズメバチだけ何もついてないわ。罠と肉片ついてんのにね。今回のメンツ、ダディー。いやー、今回は勝てたな。今まで来たやつの方がちょっとやばいやついたけど、今回全員勝てるということで全部俺の勝利。あざっす！あざっす！次回もっと勝てないの来てほしいね。次回はちょっと待ってるよ、俺。やばいやつを待っている。それでは、ダディーン！今回は危険生物大百科。これ第何弾だっけ？ 4 弾かな？4弾が5弾 ?4 弾だよね、多分ね。人類大パニック編のね、全4種開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、いや、フィギュアかっこいいから、ぜひね、ゲットしてみて。特に今回ピラニア良かったよ。おそらく B の方、肉片付きの。これはね、フエラムネのね、海底人を乗せて、ピラニアライダーとして、スタメンにしたい。ピラニアライダー。絶対かっこいいじゃねえか、この色。今回ピラニアダブルすげえ気に入ったな、ほんと。超かっこよかった。イノシシメインディッシュかなとちょっと思ってたりもしたんだけど、でも一応ね、2個あったから、こいつは最後に持ってきたんだよね。で、最後に開けたやつがたまたまこんな色で、めっちゃかっこよくてびっくりした。この色超綺麗じゃないマジ。ピラニアダブル。活かすねー。かっこいいわ。次回はどんな危険生物が来るのか、楽しみですわ。まあでも基本的に危険生物とはね、出会ったら戦わず逃げるのが一番いいから、戦わず逃げるという。普通はね、まあ俺ちょっと挑みたくなる気持ちもあるけど、まあ抑えて逃げるっていう。そこが、まあ勝てそうだったら言ってもいいかもしれないけどね。